わしは猛角だ。近頃北の雲行きが怪しい感じになってきやがった。どうもこの南中を狙ってる不定やつらがいるらしい。ここはみんなで団結して北のやつらからこの地を守らなきゃならねえ。だってのに他の南の王どもは自分勝手でまとまらねえ。揉めてる暇はねえ。力ずくで頑固な王たちを黙らせてやる。わしが南中の大王になっておめえらをまとめてやるからな。様、ダメでさ、奴ら話も聞きやしません。畜生、身内で争ってる時じゃねえってのによ。しょうがないね。私が出張って言い聞かせてやるよ。あんたはどっしり構えときな。大王様になるんだからね。おう、じゃ頼んだぜ母ちゃん。私らは敵の背後にある拠点を潰すよ。ああ、頼むぜ。ここは死んでもわしが守る。猛角よ、あちらを従える力を見せてみろ。その首、おとなしく渡せ。久々に強敵と会えたわ。敵将撃ち取った。補給拠点と手甘く見るな。行くぞ。勝つ日もあれば負ける日もある。敵将撃ち取った。痛い目に遭いたいか。参った、豪胆だ。大王は猛角、あんただ。ふん、獣たちもお前の元は嫌だとよ。痛い目に遭いたいか。会えたわ。敵将撃ち取った。いざ大勝負と参ろうか。谷だったら従ってもいいぜ。
戦のケリつけちまうぜ。獣たちもお前を認めたようだ。我ら南中大使はナンバーワンなど認め。おめえら来たの？もう攻めてきやがったか。やるようだな。ここまでか。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。恩人をほったらかしってのはまずいぞ。敵は崩れかかっておりますぞ。最後の戦になろうとは。敵将撃ち取った。こういうことじゃったか。北の国に狙われておるとは。猛角、いや大いなる王よ、わしらを束ねてもらえぬか。シャチホコばってんじゃねえ。わしらは家族、そうだろう。大王万歳！猛角大王万歳！やったぞ。これで南中の地は一つにまとまった。おまけに侵略してきた南中大使も倒してやった。わしが大王になったからには北の奴らに好き勝手はさせねえ。この大地、兵士たち、母ちゃん、みんな守ってやるぜ。新しい護衛武将が仕官してきたようだな。この護衛武将はその際二国に及び生涯秀才と称される人物のようじゃ。